何をお召し上がりで? どうかご賞味あれ。 必要ですか? では、またどうぞ。 それでは拝見し、素晴らしい成果ですね。
お手柔らかに頼むよ。
ぞ入って。失礼します。来たわね、リン。すまない、俺が最後みたいだな。何、時間通りだ。演習もあったんだから仕方ないよ。ま、社会人だったら10分前行動は心がけたまえ。そういうお前こそ5分前に来たばかりだろうが。でもギルドの再会が間に合ってよかったかも。そうですね、この時期だとお店もいっぱいそうですし。しかし全員揃ってこうして集まれたとは。そうだね、お互い大変な状況なのに。ええ、いろいろな意味で今夜は話すことが多そうだけど。やれやれ。まったく、あんま無理するんじゃないわよ。1年半ぶりの再会でしょ。お互い熱烈に抱きしめ合ってもよろしいのでは。女性同士はもちろん男性同士でも。死ぬわけなかろう。あ、もう、あの時のまんまだ。そうですね、びっくりするぐらい。それぞれの時と場所は変わった。だが、それだけなんだろう。まあ、専用回線なんかも用意してもらったしね。それを言ったら、身も蓋もない気がするが。背が伸びたわね。アリサは綺麗になった。エマはまた胸が育った。言わないでください。しかし髪型が老けたな。君の方こそ。リンもだけど、ガイウスは大きくなりすぎだよ。さすがに打ち止めだろう。そなたは変わらぬな。一輪樹伸びたもん。約束果たせたわね。アリサ、みんなもありがとう。何言ってるんだか。別に君のために集まったわけじゃないぞ。マキアス、ツンデレっぽい。でも確かにリンさんの卒業祝いでもありますね。ああ、一人学院に残って七組の魂を守り続けてくれた。何気に次の7組の育成なんかもしちゃってるし。その意味でやはりお前は俺たちの重心なのだろう。ありがとうリン。みんなみんな臭すぎよ。まったく、もうこの子たちと来たら。まあ今日くらいは仕方ないんじゃない。僕の部屋に宴の用意をさせていただきました。
アルコールもありますので、成人された方はどうぞ。シャーロンさんの料理か。それは嬉しいな。実は、さっきからいい匂いで気になってた。それじゃあ僕もビール。あなたはやめておきなさい。Thank you.
つ確かに言えることがある。表においては戦争への流れを何とか食い止め、同時に裏での真実を見極め最悪を食い止めるじゃないか。ああそうだな。いろいろと錯綜してるけど確かにそこはブレないかもね。それぞれの道に進んだ私たちにしか成し得ないことだと思います。そうね、それぞれの足場で最大限に協力して力を合わせれば。必ずやどんな難事も乗り越えられる糸口を見つけられよう。そうだね、表だろうが裏だろうが。味方は多くないかもしれないが決して少なくもないはずだなあ。それぞれの立場で協力者を当たってみるとして、ミリアム、お前は本当にいいのか。おそらく鉄血の子供としての立場と完全に食い違うことになるぞ。そうね、幻獣や魔公兵はともかく。改めてよく考えてミリアム自身の意思を聞かせてくれ。今更尋ねるようなことかな。え、ミリアムちゃん。僕の記憶は5年前からで、それ以前の記憶はないけど、さっきも言ったようにだんだんいろいろと考えるようになったんだ。僕ってなんだろうとか、悲しいってどういう気持ちとかね。2年前みんなと知り合ってから、僕は僕のことが知りたい。みんなの仲間であり続けるためにも。おじさんやクレアやレクターのことは好きだけど、僕を作った黒の工房の都合でそれがわからないままなんて嫌なんだ。だからおじさんたちと対立しても僕は7組であることを優先するよ。黒の工房製の OZ73 よりも、アイアンブリードの白ウサギよりも、情報局のエージェントよりも。リーンにユーシス、アリサにイーンチョ、フィーにラウラ、エリオットにマキアス、ガイウスにサラ。あの時初めて泣いた僕のこと、抱きしめてくれたみんなの仲間であること。ミリアム、そうか。あんたって子はさすがにちょっと不意打ちすぎますよ。でもそんな風に考えてくれてたんだ。背は伸びてないくせに本当に成長しすぎだろう。ああ、俺たちの中でも一番かもしれないな。ならば無用の懸念はここまでとしておくか。そうだね、確かに今さらだろうし。はあ、あんたたち揺るぎなさすぎでしょ。大方針が決まって憂いもなくなったみたいだけど。差し当たってみんな、明日はどう動くつもりなの？俺は新七組と共に引き続き特務活動をする予定です。ここに至って共和国の部隊は確実に抑えておくべきでしょう。うん、下手に取り逃して暴走されたら海戦の口実に使われかねないか。うん、ケルディックの焼き打ちを理由に北方戦役が起きた時みたいに。
僕は市内で巡業しながら改めて情報収集をするつもりだよ。俺も付き合わせてもらおう。私はおじい様の付き合いをしつつ、いくつか情報を当たってみるつもりよ。私とセリーヌは改めてテート周辺の霊脈の様子を探ってみるつもりです。となるとみんな情報収集しながら何かあったら集まって協力する感じ？ああ、互いに連絡し即時動けるようにしておこう。了解だ。みんなよろしく頼む。本当頼もしくなったわね。今日もう遅いし、そろそろお開きにしましょう。明日の早朝お互いどう動くかアークス2で連絡するのはどう？ええ、いいですね。今夜はしっかりと休んだ方が良さそうですね。そういえばサラとフィーって今日はここに泊まるの？うん、2階にベッドがあるし。僕は久々に実家だな。エリオットもそうなのか？うん、姉さんに連絡したらガイウスに泊まってもらえって。申し訳ないな。だがお言葉に甘えよう。しかしガイウスについては例の話を聞きそびれたままだな。あ、そうだった。この半年ほど連絡が取れなかった事情か。何でも外国に行ってらしたそうですけど。ああ、だが長くなるのでまたの機会としておこう。どうせまたこの面々で何度も集まるのだろうからな。そうだな。だったら僕だけ先に聞くわけにもいかないか。そういえばちょっと気になったんだけど、リーンの話に何度か出てきた金髪の女の子って。ああ、それは僕も気になってた。10歳くらいだっけ？ひょっとして魔女の後輩とか。その当たらずとも遠からずと言いますか、ちょっと行方不明になってて私たちも探しているんですけど。まったくビータといい、ろくに連絡もせずにフラフラと。まあ近いうちに嫌でもあんたたちに紹介することになると思うわ。余計に気になるんだが。わかった、その時まで楽しみに。気になるかい？いや、懐かしい匂いがしただけだ。己がどんな存在で、置かれた状況がどのようなものであるかは。そうか、いっそ罵ってくれたらなんて思うのは虫が良すぎかな。その問い自体、アルベリヒの指示を伝えろ。道のゲオルグ、明日の一幕において俺という駒をどう動かすのかを。分かった、いや、青のジーク・フリード。
どもが。ダメじゃ。あの宝刀娘さえいれば手分けできるものを。知性に蛇ども、体がいくつあっても足らぬ。いっそまた眷属を生み出すか。ディアンヌの言っていた日は近い。それまでにせめて200年前のケリだけはつけておかなくてはな。死に損ないの真相、赤のローゼリアの名にかけて。名誉なことだな。報酬が出ているぞ。名誉なことだな。報酬が出ているぞ。次もよろしく頼む。
入れ食いじゃねえか。強敵か。注意しないとな。厄介ね。ここで決めんぞ。崩れた。崩れた。あたしの番ね。セット。トラセット。ガンダ。ダンス。よし。そこだ。ここで。Thank you.
はっ、いつでも生きれ。はっ、気だらけだぜ。今だ、クッタ。はっ、私の番ね。セット、ガンダム。大丈夫だ。もし、リンク？シバルスは教官。特務活動はどうなっている？